はいおはようございますキャプテンアスのバイブルトークです、えー、今日は12月の30日ですね詩、えー、編,編の106編106編の今日は前半1から23までです、えー、最初のとこだけちょっと読みますかねハレルヤ主に感謝せよ主はまことに慈しみ深いその恵みはとこしえまで誰が主の大能の技を告げ、えー、主の誉れのすべてを語り聞かせることができよう 幸いなことよ裁きを守る人々いかなる時にも正義を行う人は。ということでこのあとですね、えー、もうちょっと読むかな「主よあなたが見た目を受け入れてくださる時に私を心に留めあなたの見救いの時に私を顧みてください」その時私はあなたに選ばれた者たちの幸せを見あなたの国民の喜びを喜びとし あなたの譲りの地とともに譲りの民とともに誇ることができます。えー、でこっからですねこっからこの後ですけどもずっと延々死、えー、エジプトの後の話かな、まあ、前後その辺の話が、えー、ダイジェスト版で出てきます。例えば、あのー、昨日ん昨日105編で出てこなかった「 海が割れるところはこころはで出てきます、ね、えー、8節からこう12節までのところにはこの海が割れてと、えー、いうところが出てきますね「しかし主は皆の上に彼らを救われたご自分の力を知らせるために」ということでその後足の海を、ね、もうここでは神様が叱ると海が干上がってそこを っっていったっていたとうころこれは四世、えー、エジプトの14章21からの部分がここに書かれています、えー、で13節からは今度は「あのー、なのに彼らはその見業を忘れ、えー、これうずら事件ですね、あのー、肉は食いてえ」とね言った話「民数記」の11章31からのところですけども えー「肉が食いたい」っつってしたら神様ねうずらを飛ばしてくれたんだけどもうずら食いすぎて食べすぎて、えー、死んじゃったっていう人たちがいたっていうねそのところが書かれてる。で16節からは今度はあのー、コラの事件ですねコラとダタン、えー、がちょっと反乱っぽいものを起こした時に、えー、この地面がこう口を開けて。 みんな飲み込んでしまったとこれは民数記の16章31からというところが出てきますねで19からは今度はあれですよシチュエジプト32の4コウシの像アロンたちがコウシの像ホレブでコウシを作って、えー、そのコウシの像を拝んでたっていう話が出てきますと、えー、そうですね。彼らが自分たちの救い主である神を忘れた 彼らは自分たちの救い主である神を忘れたエジプトで大いなることをなさった方をハムの地で苦しい見技を足の海のほとりで恐るべき見技を行われた方を、えー、それで神は彼らを根絶やしにすると言われた。ここからですねもし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを収めていただくために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことかということで。 コ執政エジプトの32章の11人のところですけどもモーセがこのね「破れ口に立つ」っていうこれ「アーマド」っていう言葉なんですけどもこの後も出てくる明日のところですけども30節の「ピネハスが立ち」っていうとこにも出てくるんですけども、まあ、ピネハスは明日ねやりますけどもこの「破れ口に立つ」というこの「アーマド」ですけども。 本来あまり立ちたくなないような場所ですね破れ口ですからあんまりこの栄光の座とかではなくてねこうなんかこうスポットライトを当たる場所じゃなくてある意味こう,立ちたくないというか危険な場所です、えー、でもそこにこう立つこのね、えー、人が必要であってここではモーセが神様から滅ぼされようとしている民と、ねえー、神様との間に立って 取りなしをしたと、えー、そういう祭祀のね働きをしたですね。今こうコロナでね、あのー、だいぶいろんなこと変わって、いろんなことができなくなりましたけれども、破れ口あのー、この世界にね、私たちの周りにもそういう私たちが立つべき場所というのがいっぱいあると思います。えー、私だったら例えばね、あのー、コロナの前は子ども食堂もとかもやってたんですけれども、えー、今ねそれもなくなって。 なかなかその破れ口に,口に立とうにも、えー。ソーシャルディスタンスみたいなね。あの。ことがあったりして。えー、難しいかもしれませんけれども、それでも。えー、いろんな。場所にね。これ図々しくなきゃできないと思います。あのヌドニックですね。あのユダヤ人の持っているこの前に出る。前に出てそこに立つっていうことを。えー、これからもしていきたいと思います。 えー、そうあのー、ですね昨日は、えー、うちの青木家のですね、娘たちと全員こう、集合して食事会みたいなしてね、まあ、プレゼントをこううちの、あのー、女性は全員12月なんで、えーまあ、プレゼントをね、こう、交換っていうかあのしたりしたんですけども私関係ないんだけどね1個1つもらってね、あのー、こ,うこれはこれね、あのー ののかちゃん、ありがとうございますもうこれあのー、海賊の海賊団のね、えー、宝物の一つにしようと思いますのでとりあえずここに飾っとこうと思いますけども今日はまた、あのー、これからローストビーフを焼きますんでそれまで、えー。それではまたごきげんよう。